本項目における非免関係は日本とミャンマーの二国間関係である。1989年までのミャンマーの旧称ビルマに基づいて日本とビルマの関係と呼ばれることもある。19世紀末頃からイギリスにより植民地支配されていたビルマでは第二次世界大戦後半に相当する1942年から1945年に かけて、ビルマに独立を約束した日本軍が占領して、軍勢を敷いていた。日本軍がビルマから駆逐された後にはイギリスが支配者として返り咲き、1948年に独立を勝ち取るまで創始国イギリスの支配下にあった。植民地の中でも米どころとして広く知られていたビルマは、独立したばかりの頃には、東南アジア諸国の中でも最も将来を、 植望されていた新興国のうちの一国であった。しかし、1962年にクーデターで政権を奪取したネビィン将軍が率いる軍事政権が社会主義体制を取ったことにより、ビルマ経済は停滞し、1987年には国連から最貧国に認定を受けるに至った。こうした慢性的な経済危機にあったビルマにとって、 資本主義体制を取る日本との経済協力は、イデオロギーの対立を超えて重要なものであり、第二次大戦後の非面関係は良好なものであり続けた。ビルマに対する戦後処理は、1954年に締結された賠償協定で最終的かつ不可逆的に決着している。政治や経済のつながりだけでなく、日本では文学作品、 ビルマのたてごとや土映画作品、ノンフィクション作品、アーロン収容所などといった文化面でもビルマの名が広く知られている。一方で、ミャンマーの軍事政権による統治は国際的な非難を浴びることが多く、非面関係の情緒的な近しさとは裏腹に、政治や経済面における両国関係は長らく非常に薄いものであった。しかし、2010年にアウンサンスーチー率いる。 国民民主連盟が合法政党化されるなどの民主化が進んでからは日本企業のミャンマー進出が加速している。また、神座部仏教が保持されている国としても名高く、タイの仏像に弟子入りした日本人の柴橋光雄のように西澤匠などがミャンマーの仏像に弟子入りしていたこともある。ウーオったまミャンマーの木材であるビルマチークを現地で製材して日本へ 自家輸入する株式会社藤本は比較的早くからミャンマーに進出して経済制裁の時期にもミャンマーから撤退しなかった日本の民間企業のうちの一つである。当初は株式会社藤本材木店という屋号で1970年にビルマ農林大臣からの木材購入依頼を受け同年中にラングーンで現地駐在院事務所を開設。その後は 木材の輸入だけにとどまらず、ビルマ国営木材公社との二人三脚で現地での生産や生産指導などに取り組んで、1993年にはヤンゴンに現地法人チョトレードテイリミテッドを設立。1998年、ミャンマー建設省住宅局と三井物産の共同開発により、ミンガラドン工業団地が開設された。 ヤンゴン市中心部から 20km、ヤンゴン港まで 24km、ティラワコンテナターミナルまで 50km という立地で、工業団地と同盟の駅ミンガラドン駅から徒歩20分、ヤンゴン国際空港から 7km の位置にある。ありがとうございます。